この人類歴史が今一体どこまで進んでいるのだろうかということを見極める鍵はユダヤ人が握っています。皆さんこんにちは、松本明弘です。今週はユダヤ人の過去、現在、未来についてお話ししています。前回は1948年5月14日にイスラエルが再建されたというところまでお話ししました。先日建国72周年がお祝いされたところであります。ところがこの日、それまで委任統治をしていたイギリス軍がですね、イスラエルから撤退するという日でありました。それを虎視眈々と狙っていたアラブ諸国が翌日一斉にイスラエルに攻撃を仕掛けた。これが第一次中東戦争と呼ばれているものです。ああかわいそうに、せっかく1900年ぶりに国を再建したにもかかわらず、たった一日でまた滅ぼされてしまうのか。誰もがそのように思ったわけですね。その時まだ正式な国防軍すらなかったこのイスラエルが、なんとこの戦争に勝利した。第二次中東戦争にも勝利した。そして1967年6月に第三次中東戦争が勃発し、今度こそいよいよイスラエルは終わりだろうと、どの軍事評論家も思ったんですけれども、なんと6日間でイスラエルが勝ってしまったということで、この戦争のことを6日戦争と呼ぶわけですが、この戦争を通してイスラエルはエルサレムを取り戻した。実に紀元70年に滅ぼされて以来1900年ぶりにエルサレムを取り戻したわけですね。ですから1948年にこのイスラエルという国が再建されたことは20世紀最大の奇跡と言ってもいいぐらいなんだけども、しかしイスラエルの人々とお話しすると、いやそれよりももっと大きな奇跡は72年間我々が存続し続けたことだと彼らは言いますね。その後いつ滅ぼされてもおかしくなかったこの国が今日まで存続することができた。しかももう一つすごいことは、一旦死語となってしまったヘブライ語が復活して、今あの国の公用語となっているということですね。さあなぜイスラエルは再建することができたのか。それは前回お話ししたように申命記30章の予言通り、世界中に散らされたこのユダヤの民を神は必ずこの地に戻すんだという予言が成就したからということもできますし、そしてもう一つの理由は、実はまだユダヤ人には大切な使命が残されているからであります。そのことについてイエス・キリストはマタイの福音書23章37節以降で大切な予言を語っておられます。これもまた金曜日に十字架にかかるその3日前の火曜日に語られた言葉なんですけれども、37節、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。つまりイエス・キリストはこのユダヤ人の社会に来られて、なんとか面取りがヒナを集めるようにご自身の懐に彼らを集めようとしたけれども、彼らはそれに対して断った、拒絶した、あなたをメシアと認めないというふうに拒絶したんだ。その結果どうなるか、38節、見なさいあなた方の家は荒れ果てたままに残される。この家というのは神殿と解釈することができます。今イエス・キリストがこの言葉を語っているのは紀元30年でありますが、
その40年後の紀元70年にエルサレム神殿はローマ軍によって破壊される。そしてそれは再建されることなくずっと続くんだということです。実際今もイスラエルのあの西壁、嘆きの壁と言われているその上の方を見ますと、本来神殿があるところにイスラムの記念堂であるところの岩のドーム、通称黄金のドームがそこに立っているわけですね。ですからイエスが語られた通り、神殿は荒れ果てたまま残されるわけです。それで終わりなのかと思ったら39節、あなた方に告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることがありません。ここであなた方と言われているのはユダヤ人のことです。ああ、ユダヤ人はこれでもうイエスに会うことはないんだなと思って読んだら間違いですね。気をつけてみてください。あなた方がこういう時まで私を見ることがないって言ったってことは、あなた方がこういうふうに言ったら私を見るということではありませんか。あなた方が、すなわちユダヤ人がどう言ったら私を見るんですか。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、これはメシアを歓迎する時の詩編に出てくる言葉であります。つまり2000年前にこんなのはメシアじゃないと拒絶したイエスを、やがてユダヤ人はあの方は私たちの救い主でありましたということを受け入れるようになる。そして受け入れるようになった時に私を再び見るんだというふうにイエス・キリストはおっしゃった。見るとはどういうことですか。イエス・キリストが帰ってこられるということですね。イエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架で死なれ、3日目に復活し、40日後に天に帰られましたけども、それで終わりではない。必ず戻ってくるんだという約束をしておられます。これを私たちはキリストの再臨と呼ぶんですが、ではキリストはいつ再臨するのかということについて、今の箇所に重要なことが書かれていた。それはユダヤ人が民族的にイエスがメシアであったということを認めた時にイエスは再臨するんだ。つまりキリストの再臨の鍵を握っているのはユダヤ人であるということなんですね。ですからサタンはそれをすごく恐れています。なぜならば、今度キリストが帰ってきた時に自分は完全な裁きを受けることになるということをサタンは知っていますから、何としてでもキリストの再臨を阻止したい。キリストの再臨を阻止するための方法はあるのか。キリストの再臨の鍵となるのはユダヤ人の民族的な改心であるとするならば、このユダヤ人という民族が根絶されてしまえば、一人もいなくなってしまえば、キリストは帰ってくることができなくなるというふうに考えたのがサタンの論法であります。あのナチスのホロコーストだけではなく、今も世界中にさまざまな形で反ユダヤ主義という思想が残っていますけれども、それの裏側にある霊的側面はそういうことであるということがわかるわけですね。さあ、イスラエルという国は72年前に再建されました。しかし聖書の予言を見ると、イスラエルの回復っていうのは物理的な回復と霊的な回復の2段階であるということがわかります。世界中からユダヤ人が集められ国家が形成された。そして数年前ですね、ついに世界の中でユダヤ人が最も多く住んでいる国はイスラエルになったんです。第2位はもちろんアメリカですね。ですからアメリカにいるユダヤ人よりもイスラエルに住むユダヤ人がもっと多くなった。今も少しずつ世界中からこのイスラエルに戻りつつある。これが物理的回復なんですけれども、じゃあ霊的回復とは何なのかといえば、ユダヤ人が彼らのメシアであるイエスを信じるようになるということが霊的な回復であります。
1948年にイスラエルが再建された時点での人口は60万ぐらいだったと思いますけれども、その中で私はイエスをメシアとして信じますというユダヤ人は5家族であったと言われています。30人ですね。そんなに少なかった。ユダヤ人っていうのはイエスを信じない人たちっていうふうに思われていたわけです。そしてそれがずっと続きました。しかしここ10年ぐらいと言ったらいいでしょうか、急激にイエスを信じるユダヤ人が増えてきているんですね。それまでユダヤ人がこの旧約聖書に予言されているメシアはナザレのイエスじゃないだろうかっていうふうに考えたときに、質問する相手はラビ、彼らの先生でありました。ところがラビは当然そんなことは間違いだと答えて、はい分かりましたで終わるんですけども、今はインターネットという方法がありますね。ですからラビに直接聞かないで、インターネットを通してこの旧約聖書に予言されていたメシアは実は2000年前に来られたナザレのイエスであるんだということを説明する、また証言するサイトができてきて、それを通して今イエスを信じるユダヤ人が急激に増えているということを聞きました。去年イスラエルに行ってイスラエル聖書大学の教授にお聞きしましたけれども、じゃあ今どれぐらいのユダヤ人がイエスをメシアとして信じているんですかとお聞きしました。イエスをメシアとして信じるユダヤ人のことをメシアニック・ジューっていうんですが、彼らが集まるところをコングリゲーション、会衆っていうんですね。この会衆に所属している人だけで約3万人と言われていますから、70年前からすると1000倍です。さらにこの会衆に所属するといろんな迫害を受ける可能性があるから、所属はしないんだけれども心の中で私はイエスをメシアとして信じますというユダヤ人はその2倍3倍いるであろうというふうに聞きました。ですから10万人いるでしょうか。そう考えると70年間で3000倍に増えたということができるわけですね。そしてこの霊的回復はますます進んでいくと思われます。それではこの後どうなるんでしょうか。さあここからがユダヤ人の未来のお話なんですけれども、かつてのローマ帝国が存在していた地域から反キリストと呼ばれる人物が登場いたします。世界中のいろいろな無理難題をきれいに片付ける、そして英雄のように称賛される人物が登場するわけですね。そしてこの反キリストはイスラエルとの間に平和条約を結ぶ、これが人類歴史最後の7年間の最も苦しい時代、大患難時代の始まりであるというふうに聖書は予言しているんです。イスラエルと平和条約を結んだ反キリストでありますが、しかし3年半経った時に彼は手のひら返すんです。イエス・キリストはそのことについて予言しておられます。それがマタイの福音書24章15節16節に書かれているんですね。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、このようにイエス・キリストはおっしゃったんです。荒らす憎むべき者とは反キリストのことです。聖なるところっていうのは神殿の聖所の奥にある至聖所、ユダヤ人の大祭司が年に一度しか入れないところにこの反キリストは入っていって、私が神だから私を拝めと言って自分の偶像をそこに置くんだと、これがなされたら
ユダヤにとどまっていたら危ないから急いで山へ逃げなさいというのがイエス・キリストの警告であります。驚くべきはこの時に神殿が建っているということですね。さあ紀元70年に破壊された神殿、今もそのままでありますけれども、しかしこの時点で神殿が建っている、今日の政治的状況から考えるとそれはありえないことですけれども、しかしこの時には建っている。そしてその至聖所に反キリストが入った時、これが7年間の大患難時代のちょうど真ん中である。残り3年半ですね。これ以降はユダヤにいたら危ないからユダヤ人は山へ逃げよう。さあエルサレム自体が850メートルの山の上にできている町なんですけども、そこから山というふうに見渡すと東側にヨルダンの山々が見えるということがわかります。今日のヨルダン王国、その南側の方に旧約聖書においてやがて神がユダヤ人をかくまう場所として予言されているのがボツラという地名が出てきますけれども、今日の世界地図でそれはペトラです。お聞きになったことありますでしょうか。世界遺産にも登録されている世界七不思議の一つでありますけれども、あの岩の峡谷ペトラに神はユダヤ人が難民キャンプを張る場所を用意してくださるというのが聖書予言なんですね。さあそこにいるユダヤ人を絶滅させるために反キリストはどうするかというと、全世界の軍隊を召集するんです。その集める場所がイスラエルの北にあるメギドの丘と呼ばれるところなんですね。このメギドの丘っていうのをヘブル語で言うとハルマゲドンになるんです。ですからこの戦いのことをハルマゲドンの戦いっていうんですけれども、このメギドの丘に全世界の軍隊を召集した反キリストは、さあユダヤ人が隠れているところに行くぞと言って進軍していく。さあペトラに隠れているユダヤ人たちはその情報を聞き、大変だ、あの軍隊が来たらついに我々は根絶やしにされてしまうというふうに思った時に、彼らは悔い改めに導かれるんですね。ああ、あの時、今から見れば約2000年前、神がお送りくださったナザレのイエスこそメシアだったのに、私たちはあの方を拒絶してしまった。なんというとんでもないことをしてしまったのか、あの方こそ救い主であったということに彼らの目が開かれる。もちろんこの時まで個人レベルでイエスを信じるユダヤ人はいつの時代にもいたんですけれども、この時の特徴は民族レベルで、国家レベルで、彼らはイエスはメシアであったと信じる。先ほどマタイ23章39節でイエス様が予言された通りのことがその時に起こるんです。ごめんなさい神様、私たちはあなたがお使わしになったあのイエスこそメシアであると信じますと、このペトラにいるユダヤ人たちが祈った時に、イエスキリストは再臨し、ご自身がこの反キリストの軍隊と戦ってくださるというのが聖書予言のクライマックスなんですね。つまりキリスト再臨の鍵を握っているのはユダヤ人。ユダヤ人は真の神様を証しすることに関して何度も失敗しましたけれども、しかし神に見捨てられてはいないということです。まだ彼らに与えられている使命が残されているんだということなんですね。ですからこの人類歴史が今一体どこまで進んでいるのだろうかということを見極める鍵はユダヤ人が握っています。第二次世界大戦が終了した後にアメリカの科学者たちが終末時計っていうのを作りました。これは聖書と全く関係ない科学者レベルで科学的な情報をもとにして、今世界はどこまで来ているんだろうか、
この針が十二時を指した時に人類は滅亡するっていうことを示す終末時計っていうものを作ったんですけども、今それは11時58分20秒を指しています。聖書を抜きにしても科学的な根拠だけでも今人類歴史は相当最後の方まで来ているっていうふうに彼らは認めているわけなんですけれども、しかし聖書予言からするならば人類歴史がどの辺まで来ているかっていうことを示す鍵はユダヤ人が握っている。彼らは世界の日時計と呼ばれているんですね。これからますますイスラエルからエルサレムから目を離すことはできない時代に入ってきています。しっかりと聖書予言と照らし合わせながらこの民族の動向を注視していく必要があると思います。それではこの続きはまた次回お話したいと思います。ありがとうございました。